今日はどうなされましたか、皆さん。特には決めてはいません。あー、そしたら何するか。今日はね、47都道府県の中からランダムで1個選んで、うん、その県の PR をしよう。あー、いいよいいよ、やる。マジやる。すげー、いい企画やん。そう、っていう動画を撮ろう。ほんと。はい、今、日本地図やってるからストップで、これさあ、はい、はい、ここ石川県です。石川県、石川県の言うところですね。金沢ですよ、金沢。金沢ですね。金沢そば、うまっそい。兼六園、兼六園。金沢カレーとかね。あー、うまいね、確かに。本当に美味しいというか、マジうまい。神戸卵とかいいお菓子とかね。あー、それはもう神戸なんだよ。めっちゃうめえぞ。来た、うん、来た。神戸卵、ソフトクッキーって書いてます。うん、ソフトクッキーって書いてるからには、うん、俺、予想なんだけど、うん、多分柔らかいと思う。当たり前だろ。うん、うまっ。柔らかいと思うんだよね。めっちゃうまいよ。めっちゃうまい。え、これ、うん、食うか。え、食う。うん、はい。やめろよ。お、食う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 。やめろ。やりてえだけだろ、お前。あ、かかかかかかか、やあ。今日やりたかった企画っていうのが、はい、やっぱり2020年の新目標、はい、ね、ボンリさん、はい、ツッコミが上手くなる。またあー、言うな。もうさ、いいやもな。もう最近すごいもん。いや、まあ最近はそれをちょいちょい挟んでるけど、うんうん、もうそれが動画の一番の趣旨じゃなかったでしょ、今までは。まあまあまあ。で、今回はもう完全にそういう企画。あ、いいじゃん。もう君のツッコミは向上させるために、おー、いい。動画1個分のもう尺を使おうかなっていう、うん、じゃあ、ボケますね、俺らさ。うん、じゃあ、どうぞ。うわあ、あ最初から口がいいな。もうダメだよ、ほんと下手くそだもん。頭いったか、お前。ついに続けんな。やめろ、散らかるから。デュデュデュデン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 。つまんねえな。はい、リボンさん作る、つまんないので。マジつまんない。もう心折られる。いや、でももう俺考えた。何？そう、絶対面白くなるぞっていうの。何何何何？こいつだけ今からテレビ電話越しで映ります。はい、そっから突っ込んでもらいます。あー、はい、ボンリさんだけそう、テレビ通話で同じように同じような感じでボケツッコミやると。おー、いいじゃんいいじゃん、やろうぜ。テレビツアーでやる意味ある？そんな面白くなる？それ。いや、もうそれだけで上乗せされて面白いやん。確かに。もうおかしいじゃん、もうその見てて面白いじゃん、それだけで。テレビツアーでツッコミすれば、もうどんなにクソつまんねえ男でも面白くなる。失礼なんでだから。やろやろ。え、失礼なんで。クソつまんないからつまんないになるかもしれないしね。あー、そうだね。そうだね。そんな大して変わんないよ。ワンランクアップするかもしれない。クソつまんないが今一番下だから。クソつまんないアピールしないで。あんまり一番下からがもう上しかないの。そうだから大丈夫、そこは。ああ、保証します。安心してもらって。安心して。あ、ただ保証書もあるから大丈夫、それは。ああ、もうこの今の状況よりつまんなくなることはもう絶対にないから。絶対ない。うん、もう今が底辺なんだから、ね。うん、もうこれよりつまんないわけない。もう上見るだけやん。そう。ね、泣かせに来てるみんなに今。あらかたね、クソつまんない人あんまいないんだけど。そのラインの人ってもう元々そんないないんだけど。この上しかもう行かないから大丈夫。そう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 。もう最近ね、そのなんか滑り芸だと思ってるけど、それは滑り芸じゃなくて滑りだから。そう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 。今の、あ、来た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 。何これ。はい、準備が整いましたね。はい、いや、これはおもろいでしょ。これはおもろいな。もうおもろいもんだった。なんでカメラ越しでお前ら3人見なきゃいけない。これはやばい。楽しい楽しいね。なんか VR のそういうアプリみたい。なんかちょっとリオ、試しに突っ込んでみて。うん。どういう状態だよ、これ。つまんねえじゃねえか、お前。いや、まだ始まったばっかり。まだ、まだ。それに別にクソつまんのかはなかったし、別に。うん、ボケがなかったからしょうがないよ、今のは。そう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 。だから、勝手に突っ込まないでよ、っていうか。何してんの、本当に。いや、突っ込んでって言うから。じゃあ、こっちはこっち、会話してるからさ、間に突っ込んできて。オッケー。あ、俺は好きに突っ込む。うん、そうそうそう。いやー、正月どこ行った、みんな。海。海、うん、海いいね。海めっちゃ良かったよ。いいよ。で、正月に海の中入って泳いでサメ倒したんだ俺。強っ。いや、こいつはやりかねない。うん、
確かにな。強かったけど、じゃあデコピンで、デコピンちょっときつくて、ちょっと足使っちゃった。お前マジで。でもあいつも。なんだと思ってんだって聞いてんだよ。なんかさ、俺さ、俺の正月は、俺の正月は、仕事。なんかはめっちゃ何言ってるか分かんない。大丈夫ですか。なんつったの。なんか分かんないけどわめいてんだもん。ええ？めちゃめちゃハキハキ喋ってるよ。おもんな。おもんな。めっちゃ面白くない。じゃあ俺は正月正月休みだから編集してたわ。おお。まあそういう休みもあるんだね。逆にね。うん。だもん。俺はね。なんで言ってるか分かんないからさ、ハキハキ喋ってよ。だっためっちゃ喋ってる。俺はね、もうね、ずっとタバコ吸ってたね。おお、やっぱ正月だからずっと。正月はマジあり。それもうね、普段はね、もう1日1本とかなんだけど、正月はもうね、1日2カートンとか吸っちゃってたんでね。1日2カートン休みの日じゃないとできないからね。渋いね、それだけは渋い、マジで渋い。そうそうそう、それもね、こう電車に乗りながら電車の中で吸うタバコ。おお、いやいいね。そう、このね、なんか優越感ね。そう、優越感。そう、罪悪感と優越感が決まってる。あー、それで俺もやってみたいよね。あー、来年やろうかな。いや、もうね、普通にもう夏とか結構やりごろ。お、そうマジで。一番どこでタバコ吸いたい人？俺はそうだな、服の中にこう顔突っ込んで、この中かな。それいい。こん中で吸いたい、一番。最近ブームなんよ。ああ、なるほど。そうそうそう。俺25m の泳ぎの時に疲れるから、呼吸が少ないから、あそこでもう一服して。ああ、それいいね。一服吸いながらこう、こうめっちゃいい。こうもうクロールする時に指で持ってんだよ。持って。で、次のついにこう吸って。ああ、はい、行きたい。ありだね。あり。いいね。上腕しんちゃんってマジおもろいよね。しんちゃん面白い。やっぱね、あのお尻ブリブリがおもろいから。そうそう、俺ね、ブリブリザイモンが一番好き。マジで。そこの豚のやつ。確かに。いや、何気にこいつイケボだからね、なんかかっこいいんだよ。確かに。そうそうそう。だって映画とかでもよく出てくるもんね。なんでクレヨンしんちゃんでお尻出すだけでおもろいんだろうね。ね、これ多分クソつまんない人が同じ情報をやれば多分面白くなんだと思うよ。ああ、クソつまんねえやつがやれば。確かにね。クソつまんねえやつはケツ出せば多分おもろいわ。うん、普通に。え、口にしてる、こいつ。つまんな、つまんな。お前やば。お前落ちたな、マジで。お前この状況でその空気はやばい。お前最初から落ちてんだば。もっと頑張ろう、リボン。リボン、よし、リボン頑張ろう。頑張ろう、行こう。いける、お前ならいける。うん。いや、それにしてもミュージックステーションっていうのは面白いね。面白いわね。いや、別名 M ステでしょ。そう、別名 M ステ。 M ステって何の M か知ってる？何の M なの、あれ。わかんない。マーガリンの M よ。マーガリンの。マジで。マジ。マーガリンは、あれ、マーガリンなの。音楽番組なのにマーガリン。そう、マーガリン使っちゃって。じゃあ、日テレってどういう意味か知ってる？はい、二階堂テレ。おい、え、違って、違って、二階堂テレじゃない。二階堂テレ。まあ、おもろいやつは電話越しじゃなくてもおもろいな。おもろいな。食べれよ、なんか。え、なんだこれ。え、どうした、リボさん、叫んで。興奮するなって。お前、俺こっち話しかけてんのに話さないで。お前めっちゃグッとバカ野郎、てめえ、ふざけんな。まあ、ツッコミって話に入ってこなくていいから。そう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 、ツッコむだけ。横からこう殴り入れるだけだから、会話しなくていい。俺ずっと入れてんのよ。いや、ボケて、ボケてないからツッコまない。いや、まだボケてないよ。ボケてないよ、だって。いつボケんだよ、じゃあ。何がボケなんだ。お、じゃあ、ツッコミ入れてるだけ一回手挙げてさ、はい、呼んで俺を、会話中に。会話中に、うん、一回止めて、俺らの会話。そうそうそう、ボケたい時。いいとも終わったね。いや、終わったね。いいともね。あれね、森田さんね、森田さん。森田さんね、森田さん、テレモンショッキングね。あー、そう。あの、100分の1当てましょうみたいな。あ、じゃあ3人でやろうぜ。あー、いいよ、やる。ここに。はい。怖い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 。え、いつ止めんの、いつ止めんの。あなたの待ちから。じゃあもうどんどんしないで。いや、もう床抜ける。
たい。しかもちょうどここじゃん。ちょっと待って、しっかり止めてよ、リボン聞こえない。さっきから入って、リボン、これちょっとは自分で面白くなったと思う、これで、うん、全然